ケンチャアナウンサーの下本佳穂です。かなちゃん TV 木曜日は教えて黒岩さんです。知事よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。県では共に生きる社会神奈川憲章の理念を広めていくため、津久井やまゆり園事件の発生した7月26日を含む月曜日から日曜日までの1週間を共に生きる社会神奈川推進週間と定めています。知事、県では推進週間にどのような取り組みをされるのですか？この共に生きる社会神奈川憲章ね、これをねしっかり進めていくために、ね、広めていくためにね、我々はもう やれることは全部やっていこうと思ってますね。例えば、新聞におけるその PR とかですね、それから電車の中に今こう映像が映りますよね、あそこでこう動画を展開したりとかですね、それから県内の駅にターミナル駅にですね、あのポスターを掲示したりとかですね、それとちょうど我々がこの着ている共に生きるっていうこのね、T シャツ ですけども、これ後ろ側には憲章が書いてありますけども、この期間中はですね、この T シャツを着た県庁職員、特にあの窓口業務、県民の皆さんと直接対面する、ね、窓口業務の県庁職員はこの T シャツを着て、業務に当たります。このように集中的な広報といったことをやろうとしていますね。さらに7月28日土曜日、日産スタジアムで行われる横浜 F マリノスのホーム戦でも憲章の PR を行うようですね。そうですね、これちょっと見ていただきましょうかね。これ去年だったんですけども、今年もですね、このハーフタイムにね、横浜 F マリノスのご協力を得て、こういったその幕を持ってですね、場内を歩くということですね。それから SNS パネル、ちょっと持ってみましょうかね。これも横浜 F マリノスさんのご協力を得てですね、こういった形で、写真を撮っていただいて、この写真をですね、インスタグラムだとかフェイスブックだとか、これによってどんどん皆さんによって広めていただこうということなんですね。それから、障害者スポーツの一つでありますボッチャ、この体験会、こんなことも実施したりします。またこちらのバックボードも共に生きる社会の実現に向けた取り組みの一環ということですが、そうですね、これ見てください。ちょっと不思議なデザインですけどね、これ実は小田原にあるNPO 法人アールド・ビーフルさん、ここにお願いしましてね、これ実は障害者4人の方が描いた絵が こういうふうにデザインをされてるんですね。一つ一つ見るとね、とってもね素敵な絵でね、これをうまく組み合わせて非常にユニークな、ね、作品になってますね。このバックボードを使いながら情報発信も行っていきたいと思います。はい、このバックボードは7月いっぱい新庁舎1階ともしびショップ前に展示します。ご来場の際はぜひご覧ください。それでは知事、最後に一言お願いします。そうですね、悲惨な津久井やまゆり園事件からね、2年が経つということですね。そんな中で共に生きる社会という、これをしっかり進めるんだということ、今までやってきたんだけども、しかしあんな事件が起きてしまった、しかし我々は絶対後退させるわけにいかない、ああいった事件をむしろ逆にバネにしながらですね、もっともっとみんなで共に生きる社会というのを強力に推進していこうといった思いを、ね、改めて確認しながら前進していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。知事、ありがとうございました。